3.11 を体験した日本人にとって脱原発移動は当たり前の話です。まあ、明確に全住民に対して書いていらっしゃると同時に、私選挙中のですね、新聞アンケートを全部見ました。ほとんど見ました。脱原発は当たり前、亀崎原発建設計画は凍結する、明確に知事はおっしゃって今この席にいらっしゃいます。代表質問中に傍聴席から知事は公約違反ではないかと動画起こったわけですが、今回の合意水面メタ勉強延長申請の判断を先送りすることは先の県民との公約を投げ捨てたことになるのではありませんか。改めて発表します。3月5日の代表質問のに対する知事の記者会見についてです。記者団から延長は認められない、副課にするとの判断を撤回したのかと問われた知事は、新聞報道によると不許可とすると申し上げた記憶はないと答えました。改めて記者団が不許可にすることになると明言したではないかという質問に、知事は言ったとすればきちんと理解しないで発言したと思う、もしそういうふうに言ったとすれば不注意で謝るしかない、発言されたわけです。まあ、知事の口からその辺の経緯をまずお尋ねしたいと思います。これ知事に答えてください。答えていただきたいと思います。脱原発依存は当たり前だというふうに、ビラに書いております。そしてそのお話をするときは必ずこれを補足する意味で、 3.11 を経験した日本国民にとってこれから長期にわたってできるだけ原子力発電に依存しないエネルギー構造に持っていきたいというのが国民の願いであるというふうに私自身の認識をお話しをいたしました。鉄道の代表質問の後にぶら下がりのプレスからの質問がありました。質問でしょう。審査をして的確にこういう進めのメタ療法に基づく知事の責任を政党人があるかどうかを審査した上で許可、不許可の処分をするということを申し上げた直後でございますので、直ちに処分をするというはずはないわけでございますけれども、どうしてもそういうことを主張したというプレスからの再三のご指摘がありました。そのようなことを処分をすると、不許可の処分をするということを申し上げた記憶もないしつもりはないけれども、もし本当にご指摘のようにそういうことを申し上げたとすれば認識の違いがあったんじゃないかということを整理しました。今日時が整理されたとおり、もし今の時点で処分するとすれば不許可ということを繰り返して言っていることは事実でございますけれども、審査することなしに処分をすると、不許可の処分をするというふうには申し上げておりませんでした。そのことは改めてプレスにも懇切にご説明したところでございます、ね、そのようにご理解いただければと思います。お伝えできません。知事の判断先送り発言を受けて、中国電力亀崎原発準備事務所は山本知事の議会答弁については国のエネルギー政策が定まっていないことを踏まえたものと受け止めていると言われています。知事は記者団の質問に自民党政権の意向が判断に影響したのかという問いに全くそれはないというふうに言われましたが、やっぱり私は中連の事務所が言われる通りじゃないかと思います。全く国から働きかけはなかったのか、国のエネルギー政策の見直し作業を見守る立場が1年延期という判断されたんじゃないか、
お尋ねしたいと思います。で結局ですね、仮にエネルギー政策に上関原発が位置づけられても不許可だとする、6月県議会での日時の判断は投げ捨てられたと言わざるを得ませんが、改めて山本知事の見解を尋ねます。まず国から働きかけはなかったのかという質問でございます。国からの働きかけはございませんでした。次に6月の2位知事の発言、これが出されたのかというご質問でございます。6月議会で認知が見られた法的整理であります、許可申請があった場合は公有水面を埋め立て法に基づき適正に審査をするということ、それから埋め立ての前提となると地理用計画が不透明であれば公有水面を埋め立て法の要件である本規定と同じ重要がなく埋め立て免許の延長を認めることはできないと、こうした法的整理についてはしっかり引き継いでいるところでございます。福島の大事故が起こってから間もなく2年が経過し、再び3月11日が巡ってまいります。あれ以来何十万人もの人々が住み慣れた故郷を離れて、いつ帰ることができるのかわからないという状態にあります。長年住み慣れた家や先祖から受け継いできた田畑を捨てることは自らの人生を捨てることに等しい、そのやりきれなさ、喪失感は想像できないほど大きいのではないでしょうか。今回のような原発事故が起これば取り返しのつかないことになります。絶対に起こしてはなりません。しかし人知を超えた災害はいつ起こるかもしれませんし、人間にはミスはつきものです。だとすれば原発の安全に絶対はありえません。また放射性廃棄物の処理方法が確立をされておりませんし、どう考えてもあまりにも代償の大きい原発は人間の使える技術ではないと思います。このように考えるのが正常な人間の感覚ではないでしょうか。県民の生活を預かる知事は政治家として人としてこの原発問題をどのようにお考えでしょうか。この際率直な胸の内をお聞かせください。次に上関原発についてお伺いいたします。岩井島では4年おきに灌漑が行われます。私も一度見学したことがありますが、1000年以上も前から続く伝統行事で飾り付けた船が何十艘も連ねて進む様は勇壮で厳かなものでした。海もきれいで本当に素晴らしい島ですが、知事は岩井島に行かれたことはおありでしょうか。その岩井島の住民は対岸に計画されている上関原発に対して長年反対をしております。決して若くない住民の方々が30年以上にわたって毎週続けている抗議デモはすでに1000回を超えているそうです。島を守りたいという純粋な思いであり、その粘り強さには理屈を抜きにして私は心を打たれます。彼らの行動とその思いについて知事はどのような感想をお持ちでしょうか。知事は地元の意思を尊重すると常に言われます。確かに上関町では町長をはじめ原発建設を推進している人も多くおりますが、一方で住民の生活に根ざした切実な思いも政治家として大切にすべきものだと思います。また一旦事故が起こればその影響は広範囲に及びます。周辺自治体はもちろん県民全体の意見も聞くべきと思いますが、上関原発に関する県民の民をどのように組み上げて行かれるおつもりなのかお伺いいたします。現状では免許の延長は認めないという新泉知事の方針を継承すると明言されてきました。不許可と言っておられたあの言葉は嘘だったのですか。はい、そうです。3.11 の原子力発電所の事故を経験しました。国民にとりました。この国を将来に向けてできるだけ原子力に依存しないエネルギー構造に持っていきたいという思いは国民の願いであると受け止めております。一方でエネルギーは国民生活の安定向上並びに国民経済の発展に欠くことのできないものである。エネルギー政策は国家の基本であります。したがって私は国において福
島原発事故を踏まえた原子力発電所の安全確保対策を確立した上で、原子力発電を含めエネルギー問題に正面から取り組まれ、新たなエネルギー基本計画の中で原子力発電をどう位置づけるのかということについて、国の責任において明確に示していただきたいと考えております。次に、岩島に行ったことがあるかということについてのお尋ねでありますが、行ったことがございます。次に、私はこの度の申請が適当なものであるか、適当なものであることから、その内容の的確な把握に努め、保有水面埋めた建物に基づく適正な審査、予断を持つことなく公正な立場で行っているところであります。標準処理期間は大部分の申請について処分までに要する標準的な期間として定めることとされています。こうした中、この度の申請は、これはでも国のエネルギー政策の根本を揺るがす福島原発事故という特殊事情下で出されたものであり、こういう水に埋め立て工場の要件である正当な自由の有無を判断できるようになるまでは審査を継続することで標準処理期間を超えることも可能です。いたずらに審査を伸ばしているものではありません。東の住民の方々には原子力発電に対する不安感、不信感があることから、長年にわたり反対運動が続いているものと認識しております。次に、加茂水原発に関する県民の民意をどのように組み上げるかについてです。加茂水原子力発電所建設計画に対して、周辺自治体や県民の間にさまざまな意見があることは承知しておりますが、基本的にはこれまで同様、原発立地によるまちづくりを進めたいという地元加茂水町の政策選択を尊重するという立場で、今後とも対応してまいります。この内規は、実は県の内規は行政手続き法に基づいて定められたと解釈していいですか。だとすれば、内規に定められた期間を1年以上にわたって大幅に超過することは、行政手続き法の趣旨にも反することになるのではないでしょうか。まず、標準処理期間につきまして、これが法に基づいて定めているものなのか、あるいは県の内規に基づいて定めているものなのかということにつきましては、お示しの通り、こう並びに県の内規に基づいて定めているものでございます。これは、法に基づく標準処理期間といいますものは、あくまでも処理の目安として定めているものでございます。したがいまして、この度の申請のように、福島原発事故という特殊事情が出されているものにつきましては、審査を継続するために対応する期間を取ることもやむを得ないことというふうに考えているところでございまして、法の趣旨に違反しているというふうには考えてございません。一度は過ちでも、二度目は裏切りだ。死者への誓いを忘れない。これはくしくも2005年の今日3月6日に亡くなった広島の原爆詩人栗原貞子の言葉です。これまで福島原発事故などなかったかのように、原発再稼働をもくろむ政治家や企業人に聞かせてやりたいものです。そして、埋め立て免許延長問題の知事の方針変更を聞き、私はこの言葉を思い出しました。これまで諸団体が嘘つき知事と言われないようにとか、子どもに嘘をついてはならないなどと延長許可を求めてきましたが、まさかこんな言葉が答えが出ようとは、あまりの暴挙、あまりの建設ぶりに唖然とします。これまで知事は新井前知事の方針を継承する、政権が変わっても不許可と議会で答弁されてきました。ちなみに、新井前知事の方針は昨年6月以来私に答弁されたものです。先ほど知事が山本知事が自らおっしゃいましたけれども、それに付け加えるのは、土地利用計画が決まったりしても国が見直しを進めている新たな安全基準を満たすものではなければ免許延長の正当な理由にならない、ここまでおっしゃっているんです。忘れちゃいけませんよ知事。山本知事はこの方針を受け継ぐのですね。もう一回確認をしておきます。
知事の選挙中の発言や県議会での答弁は県民への約束ですから、4日の知事答弁は明確な公約違反です。まずそのことについて県民に謝罪すべきです。お尋ねします。次に審査継続の理由として、事業者に対して重要電源開発地点に指定された上関原発の位置づけが変わらないとして1年程度かけてさらに補足説明を求めるとあります。知事、情報差じゃありませんよ。上関原発は国のエネルギー政策によるものです。なぜ事業者の中国電力に尋ねるのですか。さらに何度も言いますが、新たな安全基準の考え方がすっぽり抜け落ちています。これらについてどうお考えですか。まだ1年以内という理由は何ですか。行政手続法1条は行政手続きの内容や過程が国民に明らかであることを求めています。また同法6条の公順処理期間は合理的な範囲とし、不必要な長い期間を設定してはならないとされています。免許延長問題に対するこれまでの県の対応は明確に行政手続法の趣旨に反しています。見解を求めます。知事は原発事故という特殊な事情下でやむを得ないとの見解ですが、意味不明です。説明を求めます。山口県漁協岩井島支店でこのほど上関原発の漁業補償受け取りを多数決で決定したとのことです。これまで山口県漁協は何度も補償金受け取りについて岩井島支店に働きかけてきたとのことですが、その都度拒否してきました。昨年2月同様の議案が提案され、多数決で拒否した後、今度は補償金受け取りについて議案としないよう緊急動議が出され可決されました。今回山口県漁協は岩井島支店に何の相談もなく総会開催と補償金問題の議案の提案を通知してきたとのことです。さて、一連の経過を聞いて疑義に思うのは、民主的な手続きによって既に決定された事案が自らの意に沿わないからと何度でも審議のやり直しを求めさせるやり方は、いくら上級機関だとはいえ強引ともねる非民主的な運営手法です。漁協の独自性は尊重しつつも、健全な漁協運営を指導する立場の件はどのように思われますか。お尋ねします。お示しの昨年の6月における前知事の発言は、申請がなされる前の時点で福島第一原発の事故に鑑み示された認識と理解しております。私も同様の認識をしていたところです。そうした中で、国においては原子炉等の安全性に対するチェック体制が整備されつつある状況にあることに加え、そもそも原子炉等施設の安全性と公有水面の埋め立て免許とは法体系を別に規定することが、埋め立て免許権者としては、まずは公有水面埋め立て法に基づき適正に審査する責務があるものと考えております。兄さんの方針を受け取ってもらってないじゃないですか。次に、新たな安全基準の考え方が抜け落ちていることについてどう考えているのかとのお尋ねです。先ほどの知事の答弁にもありました通り、国においては原子炉等の安全性に対するチェック体制が整備されつつある状況であるのに加えて、そもそも原子炉等施設の安全性と公有水面埋め立て免許とは法体系を別にしていることから、埋め立て免許権者としてはまずは公有水面埋め立て法に基づき適正に審査する責務があると考えています。次に、1年程度とする理由は何かとのお尋ねです。国は原発の新設については今後のエネルギーをめぐる情勢などを踏まえてある程度時間をかけてご使用を据えて検討していくとしています。こうした中、中国電力が自らの主張に対する説明を行うためには相当の情報の掌握整理が必要であり、ある程度の期間を要するものと考えられます。その一方で、電気事業者である業者は毎年1年度以降の電力供給計画を国に提出することとされていることから、少なくとも1年ごとに今後の電源開発計画を説明すべき立場であることを踏まえ、1年程度の期限を持つことが適当であると考えています。県としましては2月28日に開催され、
漁業補助金の受け取りを賛成多数で議決された総会の部会は、水産業協同組合法や定番の規定に従って適正に運営されたものと考えています。またこの補助金の取り扱いは県漁協と組合委員会の問題であり、今後とも当事者間で適切に処理されるものと考えています。これの緊急動画どうなったんですか。実は、10月4日、5日ですか、中米の報道資料の中にですね、免許延長の申請は、政府 の, 原発についての規定がなされ検討がなされる中で当面の現状維持を目的とするものですという中国電力の広報があるんですよ。現状維持が目的の免許の延長申請なんです。そして雇用声明をメタ統合に基づいて審査するとおっしゃった新知事は、前知事は雇用水面埋め立て法に基づいて適正な延長の理由があるかないかの答弁なんですよ。ですから雇用水面埋め立て法に基づいて審査すればいいわけです。そうすると国の新たな安全基準がまだ出ていないわけですから、当然免許延長の正当な理由がないわけですから、即漁協の処分が出されるわけです。明らかに公約違反、議会答弁を、裏切っている答弁だというふうに思いますが、この点について改めてお尋ねをいたします。それから、免許の延長申請につきましては、あくまでも、申請者から申請のあった内容および審査の過程で求めた補足説明を通じて審査を行っております。その中で、事業者である中国電力からは、金崎原発に続ける重要電源開発地点の指定について、現時点に対応に何ら変更はなく、それを否定する国からの指導等も一切ないという主張がなされておりまして、こうした審査の状況を踏まえて、先日の知事答弁でもご説明したような対応方針を取っているところでございます。自分の人間汗のごとしという言葉があります。知事はそこの普通のおじさんではありません。そういう意味じゃ私も、隣のおばさんでない責任、発言責任を持たなきゃなりません。知事のトップリーダーとしての知事の発言はですね、県民全てが注目しているわけです。この度の知事発言というのは明確に議会答弁に直言している、それから公約に違反している、公用水面に盛り立て法に基づけばですね、即判断をできる問題がいたずらに時間を延長している。1年のうちでも国のエネルギー政策決まるわけありませんよ。中国電力についても、中国電力がなぜ自ら原発計画を作るんですか。なぜ中国電力に聞くんですか。その点についてお尋ね、注意にお尋ねします。以上で終わります。ありがとうございます。これまでの議会における新選知事の答弁、それから9月議会における私自身の答弁、11月時点における私自身の答弁、今回の議会におきまして、それを引用した上で私の考えを申し上げました。私が申し上げることは議会で申し上げた通りでございますので、ぜひ精査していただきたいと思います。以上をもって本日の日程は全部終了いたします。